Peggy 16. みなさんこんにちは。モンスターハンターワールドプロデューサーの辻元です。今日はですね、ロンドンで行われているコミュニティイベント、こちらの方に来てるんですけど、今日ですね、皆さんでプレイしていただいているのは、モンスターハンターワールドのメインモンスター、ネルギガンテをプレイしてもらってます。でですね、実はですね、このネルギガンテ、皆さんプレイしてるんですけど、皆さん、これをご覧の皆さんにもプレイしてもらう機会っていうのがあります。それがですね、第3回目のベータテスト。こちらの方でネルギガンテ遊んでいただけます。もちろんですね、モンスターハンターワールドのですねメインモンスターなので、ものすごく手強いモンスターで、しかもですね、今回ベータテストでは15分という制限時間になってますので、ものすごくシビアな設定させていただいておりますが、こちらの方はですねベータテストならではの設定にさせていただきましておりまして、製品版とはまた違うような難易度設定で皆さんにプレイしていただきます。この手応えあるネルギガンテ、ぜひこの第3回のベータテスト中に皆さん討伐していただけたらと思います。You got absolutely ruined. This guy's actually vicious. He's unpredictable, so I need to like go back and just learn the way he moves. The bait is fantastic, it plays really well, the weapons feel great, the monsters are terrifying. Out of nowhere comes this jump slam, which I was not ready for. One shot at me from like 90% health. A lot of it came down to our teamwork. I think we had a really good like four-man team going on. The gun lance guy was the reason we did it, because he took all the attention, just let us get on with our stuff. And it was just raw, like DPS, like it was amazing. With the timing and constraints that we had with the 15 minutes and just him being so brutal, we didn't stand a chance the first time, but I'm ready to go back in and absolutely destroy him. I think I've learned the ways.というわけで、皆さん、いよいよモンスターハンターワールドの発売日が迫ってまいりました。前々から言ってます通りに、モンスターハンターワールド、今回、ワールドワイドでのマッチングも可能になってますので、発売したらですね、僕ももちろん皆さんがプレイしているところに入っていくことができます、日本から。ぜひ一緒にプレイしましょう。そしてですね、発売後の無料アップデート、こちらの方も何回か考えていますので、第1弾の方も、発表されております。2018年の春にあのイビル・ジョーが目玉で追加されるアップデートも企画しておりますので、皆さんぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。それでは皆さん、いい狩りを。For the players.